そんだが思う大谷の凄さ、サイズイコール才能なんで。大谷選手についてどう思うか？ホンダの回答派、すごい、化け物だなと思います。司会の石橋貴明から化け物だと思うのはズバリどこですかと質問されると、ホンダ派単純にパワーですよねと続けた。ホンダ派、アスリート派サイズイコール才能なんでと指摘。高校時代の映像を見てもそれなりに今と似たサイズでやられていた。単純にそこが違うと説明した。ホンダ派前もジムで偶然大谷と会った時にまず単純にデカさに驚いたと言ってたな。サッカー選手であのサイズの人はめったにいないと。日本代表のフォワード、ミッドフィルダーって、175前後が多すぎ、見方を変えればベストサイズなんだろ。まあフィジカルって単純にパワーとか筋肉のデカさだけじゃないしね。アジリティや持久力、小回りする能力とか様々。メッシとかマラドーナだって小さいぞ。例外じゃないから、わら。サッカー派でかい一流選手いるか？ハーランド194センチ。日本人のサッカー選手も今や180後半から190なんてゴロゴロいる時代だからな。宮本がセンターバックやってた時代が信じられない。